年のアーカイブがそれに作業して、これは福島電波の事故後のものですが、それと、潜在なコロナ福島の様子を比較することができたりとか、一番、今回、まあ、メディアでも取り上げられた陸前高田市とちょっと言ってみたいんですが、下はまだ、無事だったことになっちゃうんですが、ここがどうなってしまったのか、本当胸が痛いんですね。だから、まあ、本当にこう素敵な街だったところ、それが震災の翌日に捉えた写真ですけれども、こんなふうに変更してしまった。今日会場に朝からちょっとかけて、彼はうちの学生で、さっき広島アーカイブは彼たちと一緒に作ったんですけれども、制作に本格的に入ろうっていう時に3月11日が来た。で、僕らにとって実は大きな出来事で、その原爆で起きた住み慣れた街が更地になってしまうっていう出来事が突然僕たちのものになった。もちろんその原因は兵器と天災だから全然違うんですけど、だからこそ広島アーカイブを今の中で覚えたわけです。未来に向かって出来事を語り継ぐっていうのは僕らの責任なんだと思います。このアーカイブはたくさんの方が協力を表明してくださって、今見ていただいているのは二宮明さんに、まあ、かなり著名なパノラマ作家、パノラマ写真を撮っておられる方ですけれども、現地にいらして、パノラミアのコミュニティでアップされたそうなんですよ。こういう現地の様子を司祭に入れるパノラマ映像を提供いただいたり、あと、先ほど広島のアーカイブで、正殿の首を見ることができましたが、同じように今回、現地で、津波の被害で生き延びられた方々の証言を、これ宮城大学の学生さんが自主的に、現地に行ってインタビューして話をもらった本質的な声を聞いたんです。これちょっと文明の利器を生かしてバイノーマルロードをされてるんです。だから日本語を自分下から止められると、この後ろで泣いてる日暮らしの声とかは本当にこの辺で聞こえてます。その方がこの目の前でお話されるように再現されているんです。でちょっと、意外な話をしたいと思うんですけども、東日本大震災っていう話をしたんです。僕がこれ何で始めようとしたかというと、ニューヨークタイムズで地震の写真特集をやったんです。ただ、さっき広島とか津軽の時に話しましたけど、それを見て世界中の人には日本の被害の実態が伝わるだろうかと思った。どっちかっていうとショッキングな写真が多いんですよね。で、例えば、まあ、代表的なものですが、こういう写真で、これこの写真は見殺しべきなんですけども、どこで撮影されたかというと、私は遠ざかっているからなんですけれども、ここ福島電波。だからもう人が全くいなくなってしまった町でも、津波によってああいう状況になっているっていうことが分かるわけです。でもおそらく海外の人はこれを見た瞬間に福島の原発の近くの町だとは思わなかった。僕がこのコンテンツを全部英語のメニューで作っているのは、海外の人に届けたいというのはただひたすら日本の被害はティピカルな名前が出てくる街だけで起きたんではなくて、本当にこれどうなるか分かんない、東日本全体で起きていた。で、うちの学生で千葉とか仙台に行って被災した人もいるんですけども、実際にこうズームしてみると、東京近郊の街でもいろんな被害が起きてるんですよね。で、こんなふうに先ほどの広島原爆のコンテンツじゃないんですが、一つ一つは小さい声かもしれないけれども、それを時間と瞬間を超えてグーグルアースに重ねていくことで、後世に今回起きたことを教訓にして災害に備える心を育てるような、そういう、こう場所ができるんじゃないかなという、そういう意思で今のコンテンツを作っています。